おはようございます。おはようございます。何よ、どうしたの？ちょ最近、うん、ちょっと一つ気づいたことがあるんですよね。視聴者さんは絶対わからないんですけど、ヨシキさんならワンチャンわかるかもなっていう、何かわかります？マリブが最近ポップミュージック始めた。確かに。今さら。今さら。僕、うん、ヨシキさんのカメラマンについて、連敗中っていうことに気づいた。9連敗、はい、思い返したら最後リゼロぐらいしか出てけへん。そう、それが半年前なんですよね。あのリゼロが半年前、はい、あのこれはでもな、なんかマリブ別に気にせんでいいっていうか、マリブのせいちゃうで。いやでもたまたま、俺が負けるときにマリブが後ろおるだけやから、別にマリブのせいじゃない、俺のせい。まあ、僕のせいでもあるとは思うんですよ。まあ、僕よくあのスロパチメンバーとあの乗り打ちとかやるんですけど、うん、結構負けちゃうんですけど、はいはいはい、ただ唯一勝てる時っていうのが、うん、乗り打ちする人全員が好きな台、うん、この台めっちゃ好きっていうのを打つ時だけ勝てるんですよ。リゼロやん。そう、リゼロも勝てるし、あれ乗り打ちやったしね。乗り打ちでした。な、俺何機種か好きなやつ言ってるから、あの好きなやつあったら言ってくれる。いや、リラックは黒ひげ、カバネリ。あ、カバネリ、まあ、両方やったら行こう。じゃもし抽選ダメやった時のためにパチンコも一応言っとくか。パチンコはワンパンマン、ユニコーン、最近の新しめのやつで言ったらケージかな。あ、僕めっちゃ好き、あれ。黄金一戦ですよね。マジ俺も好きやから、両方、まあ、スロットやったらいけんでやったらカバネリ行って、まあ、抽選無理やったら黄金戦行こう。だリゼロの時もまあ乗り打ちしたやん、はい、あれもだから共通なことはマリブ俺も好きな機種で乗り打ちやろ、はい、で、まあ、今日もだから2人とも好きな機種で乗り打ちっていうこの条件さえ満たせれば勝てるってことね。はい、そんな感じで抽選いきたいと思います。お願いします。これ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 、ありがとうございました。やるしかないでしょ、ゲージ黄金一戦ぶちかまします。下克上、これよかったら、いや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 、やばいやん。ええのしかもなんか、まあリアルゴールド黄金一戦奥深い。ということで新花3黄金一戦ですね、打っていきたいと思います。ってことで、今日はカメラマンマリブとノリウスでございます。まあ、リゼロ以来やね、あの3万発以来ね、まあ、明かしてくれや。まあ、そのもちろん打たないです、カメラマンとして後ろで見てるんですけど、まあ、ノリウスっていう感じでございます。ってことで、まあ、僕打ちたかったこの黄金一戦、どういうスペックしてるのかと言いますと、まあ、319分の1当たります。突入率 50% です。まあ結構狭めにはなるんですが、取った時なんと4500発、耐えられへん。その後継続率は、まあ、72% なんですよ。なんですが 33% で3000発、よいしょ。荒いのもええ大概にしてくれ。変わった点は金っすね、金、金系の演出が前までやったら 30% とかやったんやけど、軒並み強くなってます。やっぱ黄金一戦やからっていうのもあるんかな。まあもう出たら 70% ぐらい以上はあるって感じで、注目演出がキセルとか押し迫マイルとか新花の刑事像、まあこの辺ももう同じっすね。なんやけど、もうキセルとかもめっちゃ強なってますね。キセルがよりキセルになってる。まあ他は、まあその当たれば4500の演出とかが、羽の刑事ね、あれで当たったらもう4500やから、今まで見てた感覚とはまた違ってくる、よりひりつくようになってます。まあそんな感じですかね。リーチの内容とかもまあ一緒っすね。まあ最初にショートリーチ行って、こう斬撃パターンで行くときは SP ロング、桜の役物が、出たときはハイパーロングで、桜の役物から、文字の、役物がある場合、残ってる場合は、風流つかまつり騒動最強リーチに行きます。これカルロス倒したら、あの激アツ演出いきます。新花の刑事ゾーンいきます。おお、おお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 お
急に来た。うわこれ外せへんやつ。赤バイブノーケージノーライフ、かっこいい。めちゃめちゃバイブすんねんけど、あき、こういうのも底上げされてますから。前作やったらそんなに強ないけど、今作なんといっても黄金一戦ですから。でこれまず、ショート SP ショートリーチに行きました。で本来今までやったらプッシュボタンを押してなんかその SP ロング行くかみたいな、ハイパーロング行くかみたいな感じだったんですけど、今回別にプッシュボタンなしで、あでもこれは来てる、ないか、プッシュボタンがあったらキセルに期待するみたいな。ただ、今回は斬撃での発展なんで SP ロングになります。押してまいる、よし、いやもう大丈夫やろこれ。赤保留ね、と最後斬撃カットインであれば逆逆、これ赤でいいからちょうだい、よし、うわちょっと怖いな、ちょっと怖いけど、新花の刑事ゾーンと金文字と押して前の赤保留あったから大丈夫。よし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 、これが乗り打ちの力で、この黄金一戦のもう運命を分ける最大な分岐はこの後昇格するかどうか。4500発か、ここ連打パターン、いや連打か、これ割れた瞬間4500ですから、行ってまい、行け、まだ分かりません。ここでバーン出てくる、ないか、 50% 取れてないか、謝ってくれるんですよこれやったら。まあでもラウンド昇格があります、まだ分かんないです。あーないか、もう乗るかそるかなんですよこれ。まあなんかもう違うような雰囲気、いやこれのおかげやわ、リアルゴールド一戦のおかげ。いや今日はもうマリブ自分の諭吉出す番は超えやんよ、大丈夫です、俺の諭吉で止める。あ、マリブごめん、マリブのターンです。え、今回のケージからカスタムできるようになったんですよね、ついに。と言ってもまあ電撃バイブアップか先読みチャンスなんですけど、先読みチャンスオンでいきます。先読んだらもうごちそうさまですよ。先読んでるよ、え、やば、え、いきなりよやば、え、これ間に合ってるよね、さすがにね、カスタムしたよね、うん、できてるよね。え、なんで、ちょっと待って、やったよね俺、え、できて、なんで、まあマジで出し方教えていい、これ、まあ、普通に考えたら 72% 継続って結構しんどいじゃないですか、これそんな平均連チャン数じゃないやん、大体10連ぐらいやん大体。まあ一旦3連4連まで伸ばす、で3連4連目の時に3000パス持ってくるんですよ、 33% の、そこで11回転以上はめる、そしたら一つラッシュ終わった計算になるんですよ、言うたら。だから 3,4 連した後に一回そこで終わらせて、また 3,4 連してまた終わらせてっていう繰り返しをすれば永久期間です。俺のターンです、3枚目、なんかこの右の人はもう天才馬にハマってるやろ、17、あれ3000なかった終わってっから、わかるこの理論、伸びるパターンだよこれそんな感じ。おお、やばいやばいやばい、急に来た、これキセルルと言ってくれ、渡ったらもう4500ですからめちゃくちゃ汗、キセルキセルキセル、これ赤いとこ入ったキセルね、めっちゃ汗なるそれ、無理かな、さすがに遠いな、まあまあこれでももう直でプンってもいきなり入ることあるから、これここでもうちゃってギャッて入れ、惜しい、あれマジで5回に1回、おー、え、なんでやねんおい、なんでやねんそれ、うわぁ復活ないの、マジか、おもろ羽のケージむっさおもろいやん、赤羽のケージあるね、来い、マジか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 、これもう羽のケージ伊達やな、赤いった赤、まだ、いや早ない早ない、無理じゃんそれ、早いって
無理や、早いわ。これもう何万種類もあるみたいですね、この軌道、球の軌道ね。作り込みすごいって、入れ。マジ入った瞬間えぐいよこれ。あかんて、待て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 、ちゃんと真ん中で攻めて、真ん中から。よいしょ、なんでやねんほんま、それ入るよ今の。風吹いてるでこれ。あかん、うおー、あかん、わーかー。なんで入るときは、なんでそのアウト入るときはそんなに入んねん。かー、きめー、あれときやじ、きめー。いやでもこれ今日一日どっから絶対当てよ、羽。そうね、そろそろいるね、もう遊んでられへん。まあ遊びはここまで。おっ、これ多分先読み。おっ、電撃よ、クラッシュ、当たる、激アツ、急にこれが羽のケージ外したお詫びでございます。でかいお詫び来たわ。でこれぶっちょきてほしいんですよ。あー違うか、しかもハイパーじゃないんかこれ、 SP ロングか。いやー電撃クラッシュから考えられる、いっちゃ弱いパターンではあるんやけど、振り向け、よっしゃ、大丈夫やね。赤保留、激安、これ一応開いといて、なんなら金、赤でも十分強いですこれ、完璧でございます。よいしょーい、347回転かな、2万6000、俺が止める、俺が投資を止めます、やらせてください。さあ 50% の勝負、この 50% ほど重たいものない。でこれちなみに裏ボタンあるんですよ、ここで一発落ちたら完全告知です。いきます、あかん、もうないわ、おっと、マジか、おっしゃこっちのパターンでしたね。あそこですんなりいかへんから勝ち。ちょっと楽曲だけ変えさせていただいてよろしいですか。ありがとうございます、歌舞伎もの参加でございます。孫うことなき神曲、ちょっとマリムごめんね、忙しくなるよ、俺の専属スタッフとして頑張ってくれ。忙しくなればなるほど俺らハッピーやから。この間にさっきラッシュの説明だけします。まあ今これ1500発まず終わって、抽選してるのが、9.25 分の1でございます。でこれ 9.25 分の1で引いたから当たりました。でこれを本来の SD やったら、10回転プラスザンホ1回転でやります。で継続率 72% ね。で、当たった時の 33% で3000発でございます。これ4500だけでな、入れた分ほとんど返ってきてますからね。入り口に立つだけでどえらい台出たもんやな、これ。まあ出し方はほんまに言った通りっす。うまいこと3000絡めて、その3000の2発目の時にはめる、乱数を調整する。これはまあ至ってシンプルっすね。図柄転廃するかどうか、まずで、転廃したらもう大体ざっくりっすけど 50% 以上の期待度があるって感じで、残り87回転離すねの時に長い変動が起きればもうそれは当たりね。ここはだから絶対短い、この橋皿はもう岩終わったんですけど、まず転廃するかどうかね。 9.25 分の1、これ止まった時点で 50% 以上ある、止まれ、やばいな。よいしょ、 OK。 でこの後プチュンあるかどうかは、ここプチュンないってことは、この V 入賞した時にプチュンまだあります。ないですね。これやと 33% 引いておらず1500発になります。だから無難に連チャンさせれるところまではやっていこう。だ平均連チャンのまあ 3,4 連ぐらいまでは1500発引いていくって感じやね。はい、結構いってけ、ここロングエンド、ロングエンド来い。いやー、ここ長いの、あ7当たりました。これも角です、よいしょ。でプチュンで、まだあるよ、ここあるよ、プチュン、ないか、取れへんな。ちょっとじゃあ次置きパチラッシュいきますね。置きパチラッシュは内部的に健康一滴みたいなものが
やられてます。図柄転売するかで、図柄転売した後はプッシュで当たるかどうかっていうのがやられてるんですけど、それを一発告知で花咲くか咲けへんかっていうだけ。つまり内部的にやってるってことで、この左ステージちっちゃく図柄停止するかどうか見れるんですよ。じゃあその変動が長い時点でまずは図柄が転売するかどうかのラインまで行ってるってことになります。で、それが大体4秒5秒あたりですね。それ超えたらもう50倍増の世界になってくるって感じ。まずロング変動待ち、これすぐ止まらんといてほしいって感じですね。でその上で違和感告知とかね、音消えたりとか、あこれちょっと長いですね。でもうちょっと長かったら、いやダメですね、ここ超え、今のラインを超えたらもう50倍以上の世界で、咲くか咲けへんかみたいな、これね。いや惜しい。ただこれ変動開始とともに咲いたりとか、あとは先読みで咲いたりとかもあるんですよ。その辺のバランスがいい。あれもこれも終わっちゃいました。説明してたら終わっちゃいました。ただこの後閉まって空いたタイミングで残酷の分で、ないか、まあ、奥町ちょっと伸ばしたかったんですけど、まあひとまず投資開始ですね。ね、買ったっしょ、足りやん、これハネお願いします。ハネってください。ギリさんやねんけど、金とかあったらワンチャンあるっすけどね。赤よ、一応赤よ。さあこれでハイパー行ってくれたらまあワンチャンかな。あれないか、こっちか、ワンタンあるじゃん、俺ギリさんよ。いけいけ、あるなあ、それ跳ねきたよ。3回目っすよ、3度目の正直ありがとうございます。結構ちょうどよくないこれ、ちょうどよくないこれ、キセロ、キセロ悪くないこれ、ほらほらほら、あいないないな、あいな、お、来てる、お、うわっつ、めっちゃ熱いですこれ、キセルルート入ったら4500よ、なってんだよな。もう当たりでええかな、こんなやばいやばいやばいあ、すげえ。いきます。え、今何、今のちょっと待って、ちょっと待って入れよ、待って、もうなくなったんこれ、何それ、ちょっと待ってくれ、追いつかへん。どういうことやねん、史上ナンバーワンやねんけど。あのプッシュ何、完璧なキセルルートやったけんは、当たるときはじゃああのプッシュで当たるってこと、そういうことなんか。これでもい、もう羽のケージで当てやな、気すまへんわ、絶対羽のケージで当てる。あーすいません、いただきます、ありがとうございます、すいません。先読みやんかこれ、おいおいおい、ちょっと待ってくれ、今ちょうどレインボーマウンテンをいただいたんですけども、これやったらいけんちゃうみたいな欲しいですね、今んとこないよ。え、先読みカスタムなってるやんの、 なってるね、大丈夫やね。え、これさ、これで花のケージいかへん、それはもう、もうさすがに、え、これはさすがにさ、もういったやろ、これは先読みからの羽のゲージよ、絶対当てるわ、これは間違いないんちゃう。逆にじゃあ今までのその無理やったら納得できるから、これで入るんやったら、あのこれ着せるないな、さすがに入らんよな、これさすがに入らんわな、いってますこれ、なんでなんそれは、ほんまにそれはなんでなん、危ない、いや先読みっすよ、先読みからのっすよ、結構耐えてるよ、おお、いった、おっ、
さすがに、さすがに今のは先読み絡んでるから、そういうことか。やっぱ先読みいるんやわ。これ4500ですからこれ、やばすぎるやろ。なるほどな、じゃあもう外れたらもう納得っすわ、はい、重てえ、この押してまいるボタンが重たい。うわー嬉しい。羽のケージ当てれた。やっぱほんまそういうことなのな、これマリブとの勝ち方は。2人とも好きなゲス、そして乗り打ち、この条件達してれば勝てる。はい、獲得シコシコです、すいません。はい、うんうん、下げへんかったな。あー、オッケーオッケーオッケー、サポートしてくれんの。おしぼり何、あー、こういうこと、なるほどね。まあおしぼりやから、まあ、多少の水分ね、水分与えたら咲くんちゃうかっていう。いや、お前押してまいるの方やっとるかな。まあどっちも大事やけどな。さあ準備万端でございます。俺ら二人の力が今合わされました。一発で十分なのよ。これレインボーに咲いたら3000です。レインボーに咲いてほしい。だからレインボーじゃないですね。で、プチュン、まだあるよ。ないっすね。もう早速効果出てんじゃん。一回転目でやれ。やべえ、あと3回転しかないて、えぐいって。 9.25 分の1引いてくれ。長いよ長いよ、まずテンパイして。うわマジか、やばいな。お、いや違うか、マジか、一回だけか、まだわかんないです。閉まった後にここ、うわあかんか、難しいなほんまに。まあでもそもそもラッシュの継続率がそんなあれやから、ムズいには変わりないんですけど。 OK、 じゃあ終わろうか。足りやんな。いやーもっといるよこれ。100人倒したらギリさんしますよっていう演出でございます。はい、え、これ羽やん。あ、ちゃう、うん、なんか長いと思ったけど気のせいか。羽、そろそろ羽がないと思って。羽歌ってください。うわ、熱っこれ、待って、保留、赤っ。しかもこれ、ハンドルケージ通り行きます、開きます。うわー先読みやしな、これ間違いないっすね。あ、もう、あ、もうもう当たりです。あとは 50% 取ってるかどうかやからな。終わらせていい、はい、これでハイパーっす。から文字が残ってれば風流を捕ませる。ソーロー、ソーローです、これ最強リーチです。こってこてです。さあ坊主のケージですね、これ。一点も打てるよ顔が。いやー、そんな見れへんやつっすよこれ。だって今まだプラス息ですからね。ここでラッシュ取って出せばプラスプラスプラスですからね。やば、かっこよ。入金4500、ラッシュ取りましょうか。まずマジで言ってくれ、連打か、マジで言ってくれ、言ってくれ、いけいけ、これやばすぎるやろこの台マジで。すごいラインやけど、これが乗り打ちの力、俺らの友情パワー、馬力えぐい。うわうわ怖い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 、やばっ。あ、これバケモール30回転。すごっ、ラッシュ2回終わらせてます今の段階で。つまりもう継続率 144%。 いやでもこれのマジで天才型やから多分やばい、ほんまにすぐ当たる。
すぐ当たってまだ羽のケージ当たる。じゃあこのケージちょっと様子おかしいから何も心配してないです。もうこの後すぐ当たって多分万発ぐらいプラスで終われんねやろなぐらいの感覚です。あー先読んだ、やばい来た、ナイス羽のケージ来い。なんか結構しれっと先読むからちゃんとオンなってんのかなって心配したら赤っすね。で保留変わる、青保留熱い、あまた変わる緑、いいねいいね、むっちゃ羽のケージルートちゃうこれこれさもう、あでも疑似るかな、プッシュ出てきたら、えこれ羽のケージしちゃうの、ほらえやばいやばいやばい、ちょっと待ってくれや当たるってこれじゃあ、あめっちゃいい場所じゃんこれ、あ遠いな、え微妙、どうやろ、あいけるいけるいける、いける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 、これキセルある、入れ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 、うわー無理か、トドさんか、いやでもいけるいける、これあるよ先読んでますから、なんかずらされた今すぐ入れすぐ入れ、当て方は分かってんすよ、もう金のケージと先読みチャンスで先読んだらもう当たるんです。これお一頭一頭やば、え勝ちやん、えぐないこの台4500やってんなこれ、やばすぎる、押してまいる、よいしょ4500なんやわ、羽のケージで当たったら確格です、ありがとうございます。え、やばくない、ちょっとこれ簡単すぎひんか、やば困らんわ、このケージ困らんわ、この台の持ち味はやっぱ右の3000やから、それもやっぱ十分に出しましょう。新晴れのケージ3黄金一戦っすよ、対面した方がいいっすよ、いやこれがあるからな、打っちゃうよなこの台。 OK じゃあ行ってみましょう、健康一滴ラッシュ、ちょっとこのラッシュマジ伸ばしたいからさ、俺らの友情パワー見せてろよマリブ、一旦これ上から全部抜くから、マリブが温めた玉でここ入れてくれへんよしマリブ頼む、お俺がアズレンでやってたやつや、俺がアズレンの時にやってた静電気打法や、よし来た、すぐ打つ、この玉たちで3000を持ってくる、まずテンパイね、あるよあるよ、テンパイテンパイ、いやー大丈夫よ大丈夫よ、止まってくれ止まれ、うわーマジかやばい、止まるよ止まるよ止まれ、オッケーある、いきます、うわーマジか、復活はないね、止まれ止まれ止まれ、よしこれはもらいたい、うわー嘘やん、マジで言ってんの、これはもう最後は来るんですよ、止まれ、うわー抜けんのかこれ、いやわからん、うわはい、ってことでまあやっぱこの台ラッシュはむずいとまあやっぱその4500発頭で増やすみたいなところもあるんでしっかり取れたのかなというふうには思います。これはおもろいわな、ナイス、まあ俺らのやっぱ必勝法はこれやね、お互い好きなやつで乗り打ちしたら手堅い、手堅く勝てるとナイス、10連敗阻止やねそやね、それが何よりやわ。ってことで、本日大阪で撮影させてもらって、最後あの店内の様子だけ見ていきたいと思います。満潮ゼロやばいなこれ、これ前代高設定ちゃうかな、幼女めっちゃ出てるわ、幼女めっちゃ強いなこれ、アクエリオンもうしっかり出てんのと、縦U もこれ多分前代ちゃうかな、だからこのライン全部強いな、もちろん新花これすごいよな、多分前代高設定ですね、結構全島どこも強いところがあって、だからほんまに両番から
そんな良くない番号まで、カバーできてたのかなというふうな店内状況でした。強かったね。ありがとうございました。よし頑張れ、研ぎ澄ませよ、ここ取ってくれ、頼む、取ります。さあ、これですよ、たまんねえわ。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。そんなあなたはあっか、とんでもなくいいことが起こるかもしれません。